はい。山本一郎です。こんばんはえ。今日お話をしていきたいのは、習近平さん、日本に来られないんじゃないかっていう話をしていきたいなと思ってるんですけれども、えこれ、ちょっといろんな話が服装してるので、こう、こう積み重なってしまってるので、なかなかお話しづらい部分もあるんですけども、まあ、うまく、えー、解き起こしていきたいなと思っています。で、最初のお話をするべきかなと思ってるのは、そのコロナウイルスの起源問題ってあってですね、 その正直うのコロナウイルスの起源を今してどうするのってのもあるんですけどもまあこのチャンネルでもまあ2月ぐらいにですねえコロナウイルスはそのウーハン、武漢の,そのまあ市街地からややちょっと外れたところにあるその生物線研究所っていうところから漏れたんじゃないかみたいなそういうえまあ情報が出ててですねでまあガセネタだと思ってはいるんですけどもおそらくそれを確認するのはほぼ不可能なので。 まあ結果的にそういう話が出ているといっても亡霊のようなものかなと思ってたんですがそのトランプさんとかです、ねまあ、アメリカの情報部門の人たちがです、ねまあ、間違いないって言い始めだったんですよね。でしかもそれその,その根拠があるっていうことも合わせてその、まあ、非常にこう言い始めてですねで、まあ、我々もこう、まあ、半信半疑で最初、まあ、そういう話があるらしいっていうのはうこの番組でもまあご紹介した経緯があったんですけれども,もうかなりガチでそ,のいやそうなんだよと。 で日本政府も台湾当局も知ってるはずだみたいな話になってあそうなのっていうね。<laughs> であのそ,れそもそもなぜその話をしてきたのかっていうことを、まあ、お話しする必要あると思うんですけどもつまりこのコロナウイルスの世界的な流行によって経済が止まり失業者がいっぱい出て、まあ、産業もその経済も大混乱に陥ったってこれ何なのなんどうしてなのって話するとこれって中国が。 去年の12月31日ぐらいまでにはですねもう変な肺炎があるっていうのは分かってたわけですよね。で日本のその共同だか知事だかもですね12月31日大晦日にそよ。でまあ我々もそのまあ確かに見てはいたけれどもでそれが重要な情報だとは思わないわけですよね。 まあ重要な情報だと思わないっていうよりもそ,のそれがそのいきなりこんなものになるとは思わない以上は当然その中国政府の,その発表ってものを信じて待つしかないわけですよ。ただその結果としてですねまああの中国の,そのいっぱい人が移動する2月の時期のまでにこう,うまく収束させられるものっていうふうにこう当局が甘く見たっていうこともあるらしいんですけれども要するにその中国がああそういうやばい肺炎が流行り始めていたことをですねある意味隠して その結果として中国国内でまず蔓延しでそれがイタリアだとかスペインだとかいろんなところにこう飛び火しらには中東アメリカというところにこうどんどん広がっていってでその責任は全部中国にあるだろうとその中国にあるあの責任をお前らがそのきちんと果たさない限りはあかんのではないかということでですね非常にこう対中国の感情が欧米では劣化をしてるわけですよね劣化っていうか悪化っていうか、まあ、非常にこうお前らのおかげで俺たちこんな苦労したんやっていう話をですね 結構公然とするようになってきたんですよ。であのまあ我々日本人もその多少関わり合いがあるのはですね例えばそのイタリアやフランスでですねうっかり日本人が歩くとですね要はアジア人狩りの対象になる可能性ってやっぱりあってですね、まあ、向こうからすればやっぱり我々がイタリア人とフランス人見分けつかないのと同じようにですね向,あの向こうもその中国人と日本人の見分けつかないわけですよね。だからその日本人は来るなっていうよりはアジア人は来るなって明日なけですよ。 中国人見えた人たちが自分の身の回りにいたらいろんなものが映されるんじゃないかっていうふうにこう、まあ、不審に思ってしまうぐらいに感情が悪化しているとでそういう悪化している感情の中で例えばあのアメリカがですね中国に対してあのいろんなことをまあ言い始めているのっていうのは、まあ、要するにその中国はそのこのコロナの世界的拡大のための賠償をしろということを言いたいんだろうなと思うわけですよ。 でまた、折りの悪いことに、まあ、今年の秋にそのトランプさんその大統領選挙なんですよねでその大統領選挙をするにあたってえ中国の,そのこうなんてうかウーハン肺炎というかその武漢肺炎みたいなものをです、ね、そのアメリカにこう直撃されたおかげでそのご自慢だった株価は落ちたし大変なことになったりですよで失業率もドカンと上がってしまって俺がまあなんかやってるその国家経営をお前らが邪魔しちゃうようなもんじゃないかと。 ふざけるなというような形で、まあえー、非常にこう範中を煽るような形で、えー、選挙戦に突入しようとするわけですよ。でさらにこう、まあ、この前注目される発言としてそのトランプさんがうっかり言ったのはですねあの中国は俺を落とそうとしていると要は大統領選挙においてそのあの憎い中国がですね、えー、俺がいるのが不都合だトランプさんが大統領にいるのが不都合だからその落選作戦をしてくるんじゃないかみたいなことを、まあ、おっしゃるわけですよね。まあ、これって あの、信頼関係もへったくれもないんですよね。で、当然その情報戦だ、プロパガンダだっていう観点からすると、中国が下手を打ってのは、まあ、間違いなくて。例えば、そのアメリカのウィスコンシン州のその議長に対してですね。まあ、中国はそのコロナウイルスの封じ込め成功したということを、その、あの、議会で声明出してくれみたいな話をするわけですよ。当然蹴っ飛ばされて、公開されて、暴露されてしまうんですよ。で、同じようなことはドイツでも起きるわけですよね。で、ドイツでも、その中国が、あ、まあ、あ。 きちんとコロナ対策をしたということを表明しろと言って、まあ、当然ドイツも起こるわけですよね。で最後にはその今 WHO、まあ、国際保健機関がですね、まあ、テドロスさんというのはエチオピアの政治家が今あ代表やってるわけですけれども事務局長やってるわけですけれども彼がその非常に中国にその配慮するような発言を繰り返すことによってアメリカが WHO への,その資金供出をそのまあ見送るみたいな、まあ、5億ドルぐらいですか。であれがなくなっちゃったら WHO は大変なことになるわけですよ。 でその分、中国が一部肩借りするんじゃないかとかですね日本もそのお付き合いして一部降りるんじゃないかとかいろんな風評があったんですけど、まあ、安倍晋三総理がですねいやうちはその言いたいこといっぱいあるけれども WHO の給付金を削ると,ということはしませんみたいなことをはっきり言ったので、まあ、それはそれでよかったなとは思うんですけれどもただそ、のそのぐらい今もう,もうピリピリしちゃってるわけですよね。 非常にその中国のコロナウイルス拡散が世界的な害悪になったということを、まあ、一生懸命こうアメリカ政府も言い欧米欧米ヨーロッパの国々もですね最近だとロシアまで中国によるその国家管理がうまくいかなかったがゆえに我々のコロナウイルス勝手に広がったんだということでと中国は悪玉論になるわけですよね悪玉論か。まあ、そうなってくるとですね、まあ、あの中国からするとそのプロパガンダをそのより拡大をしなければならないと。 情報戦というふうに言えば綺麗なんですけれども、実際にはもっと汚いこといっぱいあるんですけれども、要はそのメディアやジャーナリストを買収してですね、中国が要は一足先にそのコロナウイルス対策を抜け出すことができた。これは中国が専制主義、中国共産党の指導の内容が良かったからであるということを喧伝したがるわけですよね。で、そのフェーズが今終わって、で次のフェーズになってで、これ何を言うかというとですね、 あの前,あの前者がその中国の体制は素晴らしいというふうな言い方だったのが今度は中国は世界の国々を豊かにするのであるというような宣伝の内に変わらずですねゴロッと。これって何なのかっていうと今失業だとか経済不振で苦しんでいる国々には中国の投資を受け入れなさいということをやりたいわけですよ。これってまあ a i b のまあ騒ぎもそうでしたし、まあ、一帯一路と言われている中国の,その対外政策ですよねさらにはそのベンダーファイナンスと言われるそのまあ 国々の例えば通信事業にお金を貸して、そのお金を貸した国々に中国のその設備を入れなさいっていうような中国政府のまあ,あ重商戦略ですよね。まあまあ商業戦略というかそ輸出戦略みたいなのがあるんですけれども、まあ、これをより一層まあ強きたものは今マスク外交と言われるものなんです。そのマスク外交の中身自体をそのアメリカやヨーロッパではその非常にこうまあ不愉快を持っているので、まあ、これに対して、えーまあ、中国に対して強い非難を浴びせた上で。 中国からなるだけその経済の失調に対する賠償を出してほしいというような話をこれから言うに行くんだろうなというふうに思うわけです。でそんな中でですね、あの、習近平さん日本にいらっしゃいって安倍さんが言えるわけないんですよね。もちろん安倍晋三さんもですね、その、もともとその就任当初は中国からその、まあ、お声もかけられないぐらい関係が悪かったところを、間をこう,うまくつないでくれたの誰かっていうとら二階俊博さんなわけですよ。幹事長の。まあ、彼がまあ非常にその、 うまく中国と日本の間を取り持ってですね、まあ、何度も何度もまあ努力して中国に対してまあ関係改善の働きかけをして中国側でもそのあの、まあ、日本と何かやっていこうみたいな話が出るわけですけれどもあのここであの一つ利金額でいうとですね中国とアメリカっていう国が二頭だとすると中国とのアメリカの関係が悪くなると日本の地位上がるんですよね。これあの 中国人の気持ちになってくれるとわかると思うんですけどアメリカとやばい戦争になりそうだとで仲間を増やさなきゃいけないじゃあ日本と話をしようってそういうような流れですよねなんかこう「三国史」とか読んでるとよく出てくるような話なんですけどもでもまあ実際そういうような行動原理によってですね日本と仲良くすることが中国の国益にかなうと。 なので日本と一緒に手を携えてコロナウイルスの問題についてはそのより良い形でその対処していくみたいなことはまあ中国の人たちもころっと変わってですね言い始めるわけですよね。なんだけどもやっぱ日本からするとそのアメリカやヨーロッパ最近ではロシアまで言い始めたその対中国強硬論みたいなものに対していやでもうちら中国と仲良くしたいんで習近平さん呼ぶんですよ国賓っすよ天皇に回すんですよってなったらこもでもソース感ですよね。 だそれはやはりこう秋にコロナウイルスが終わったところで習近平さん来てよというような地ならしを二階さんはいかに頑張ってやったところで、まあ、日本の外交全体からするとそんな冒険は飲めないと。 やはり我々っていうのはそのビッグブラザーはあくまでアメリカなのであって、まあ、アメリカの,そのまあ考えていることや外交戦略にある意味順じていった方があ日本の国益に資するというようなことが当たり前のようにこう判断されるものだということだという。 まあまあまあ、皆言うわけですよね。で、ここにこう二つ、あの、さらにこう懸念材料というのがありまして。まあ、一つは、その在日米軍の駐留費、これを大幅に、ええー、下方しろと、あの、増やせと。 いう話がおそらくそのホワイトアースから出るんだろうなと思って戦々恐々としてるわけですよ。でこれうっかり日本が飲めない金額だっていうことがあもちろんその国内の反論も出てですね出るとなるとですねこれは日米同盟自体のそのマルシュの破綻をきたす可能性はありますよねと悪く見積もっても大幅縮小になるだろうと、まあ、沖縄だの横須賀だのいろんなところにあるその基地に関しては大幅な縮小しましょうみたいな話になるとですね 当然そのあの東アジアに対するアメリカの,そのコミットも減るでしょうと今一生懸命南シナ海に出てきている中国の艦船をアメリカが航行、まあ、作戦をやりながらですね追い散らしているわけですけれどもそれって結局その東アジアに対してもしくはそのアジア全域に対してアメリカがコミットしてくれてるからそれはできるんですけれどもそのコミットしている最大の拠点ってどこなのかって言われるとそのうちの一つは日本なんですよね。 日本、グアム、あとダーウィンですね、この3地域にこう大体こう分かれてるわけですから、まあ、そこをその例えば日本がその中日米軍の駐留、ね、費をその大幅引き上げしますよと言われて、飲めないとなった時には、非常に大きな波乱をこれから起こす可能性はありますし、大統領選挙の前にそれを言ってくるとも限らないわけですよね。でそれを日本に飲んでくれって言ってくる可能性もやっぱあってです、ね、それはやっぱ怖いなと思いますよねと。 であともう一つがあの日本でコロナウイルス流行ったって何なのっていうとですねこれ結局その2月の,その中国の旅行のシーズンにですね、えー、二階さんがコロナウイルスの問題を分かっていながらその中国人いっぱい日本に呼んできてですね結果的に北海道で一番最初にこうアウトブレイクが起きちゃったりですよね。でこれはまあおそらく、えー、何らかその政治的な意思が出るタイミングで もしくは一回コロナウイルスが落ち着いたところで、なんで最初北海道でこんなにコロナウイルス出たんだっけって検証が始まった時にですね、なんで中国人こんなにコロナウイルスの問題だって言われてるのに分かっていたにもかかわらず、こんなに受け入れたんやという話をするとですね、旅行業界で非常にこう強い影響力を持っている二階さんが非常にこう素晴らしい指導力を発揮されてですねま、あまあ北海道なり大阪なり。 まあ東京もそうですけれどもそういったところに中国人を呼ぶために、まあ、感染症の,そのリスクを低く見積もってですねたくさん日本に来てねとやってしまったんではないのかなとでその頃まだ4月にですね習近平さんが来ることで強行しようとしていたぐらいですから、まあ、そういったことを考えるとですね、まあ、なかなか難しいよなというふうに思うわけですよねでまあお話の最後にやはりそのアメリカからするとですねこう日中共同ドクトリンみたいなものをやってくれるなと。 今冒頭で申しましたように日本と中国っていやいや的なな関係になりつつあるわけですよで中国が先に経済的に復活をして旅行者はどこに出そうかなって言い始めた時にじゃあ日本に連れてきてもいいよねっていうようなお土産を出してやるからその今の対中包囲網みたいなアメリカとヨーロッパの包囲網みたいなものの一番最初のこう、えー、抜け穴として日本をうまく使いたいっていうのがあるだとするならば日本に観光者出しいっぱい出してあるからそれであなた方景気回復しなはれと。 というようなことをそらくその習近平さんは来日の時に言いたがると思うんですよね。まあ毒まんじゅうっていうんですけども。で、それを飲むか飲まないかっていうのは今まさに安倍政権に問われているところだと思うんですよ。で、この綱引きっていうのはその今申し上げたその政治の第五の文章といわれるものの、その日中共同ドクトリンっていうのはどういう形でその、組まれるのか。で、そこまでその声明が出せるようであれば、 ある意味中国からするとその対日外交の勝利というようなことになるので、まあ、日本からするとみすみすポイントをくれてやっていいのだろうかっていうのを悩みつつですねでも目の前の景気回復のために中国人いっぱい日本に来てもらって昔みたいにたくさんお金を落としてってくださいよみたいな話がもし出るんだっつうならばまあそれは歴史的なところでどう判断するかですよね、まあ、私は反対ですけれども でも、内いでは触れない地方経済も大変なことになる観光業が壊滅的な打撃を受けてしまったでこれに対してどうやって日本がリカバリーをかけていくのかまた来年本当に実施できるかどうかわからないけれども東京五輪をどうするんだということも考えていくとです、ねまあ、中国の関係もこう,うまく取り持ちながらアメリカやヨーロッパの怒りもうんそうだよねって言いながら、まあ、なんとかうまい落としどこうを探るということしか方法がないんじゃないのかなというふうに思います。 まあ個人的にはその中国の変なプロパガンダや早くやめてほしいですけどもなんであんなこと言うんですかねあれ嫌われるだけだと思うんですけどねでもまあ,あの中国が一番最初に感染が拡大して一番最初の強権を持ってえ国民の,そのまあ情報全部吸い上げて国があ移動も全部管理してまあ結果的に一番最初にコロナウイルスの感染拡大からあのうまく脱却できたと今のところはということが言えるっていうのはあったとしても それを賛美できるかというのはまた別の問題ですからねなんかこの放送を見てくださっている方々も今の中国の強権的な中国共産党のやり方で仮にコロナウイルスが封じられたからといってあれと同じようなことを日本でやりたいですかっていうことはよく考えた上でその今の中国の出方なんかも見ていっていただければいいかなというふうに思いますまああのどこかの ICT 企業の元会長はですね 中国のようなあのやり方が本当は日本のインターネットには望ましいとか言ってですね、まあ、物議かもしたわけですけれどもまああれはやっぱり民主主義のやや方じゃないですよねやっぱ我々はその民主主義なのでいろんな言論いろんな行動いろんな考え方がある中で。 えー、国民が自分の頭で考えて自律的に結果的に行動してもちろん同調圧力だなんないろいろあるかもしれないけど法律が上からこの個人の自由だとか尊厳をこう踏みにじってまでその人間の行動を制するっていうようなことではやらないっていうのは日本のいいところでもあるし民主主義の素晴らしいところでもあるので、まあ、これがうまく守れるようなやり方で中国の良いところを学んで中国との関係を考えて。 アメリカやヨーロッパや中国の中の外交をうまく組んでいくというのが今の日本の立場なのかなというふうに思います。まあ、よくも悪くもトランプさんがああいう人なので、うんまあ、このあとはちょっと、まあ、次回またこのチャンネルでも解説をしていきたいと思うんですけども悩み深いでしょうね日米の外交担当者は本当に慎重をお察しいたします、はい。以上ですありがとうございました